皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。なんとですね、先週に続きまして、今週も、モンストの中の人、もう皆さんご存知ですね。あの有名人です。刺身さんが来てくれました。はい。またやってきました。刺身です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。そしてですね、なんと先週に引き続き、今週も、来週のニュース、はい、こんなことがあるぞというのを、はい、てんこ盛りで。持ってきていただけたということで、ありがとうございます。さあ、はい、発表をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。で、一個ちょっと前回アップデートの話をして、はいはいはい。30日にされたんですけど、はい、ちょっとその時にお伝えしてた、うんうん、タスケのキャラのプラス値が引き継げるっていうやつ、おお、はい、言ってたやつ、先週言ってたやつ。あれがちょっとまだ反映されてないので、なるほど。出たらお伝えします。はい。はい、来週中には出るみたいな感じですか。ちょっとまだもうちょい先ですか。わかんないですね。わ、はい、かりました。じゃあ確定次第よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、そして、はい、新しい情報、新情報です。かましてください。はい、先週ほうほう200万ダウンロード、うん、ありがとうございますというお話をしたんですけど、ポスターがあそこに貼られてますね。あそこに、はい、はい、で、記念のイベントを、うんうん、おすごいですね。やるんですね。はい、はい、やります。ようやくやります。ようやく、はい、素晴らしい。ワクワク。いつ頃から。ですね、そして内容はいろいろあるんですけど、またほうほうほう。で、一つ目は、うん、超重心祭をやります。超重心祭、はい、超ついた、はい、超それはすごいですか。超すごいですか。超すごいですね。ヤバめですか。はい、内容お願いします。まず、ガチャで金しか出ない。出た、はい、金しか出ない出た出ないです。金しか出ない。ちょっと悲しいですもんね、いつもはね。すごいっすよね、はい、すごい。金しか出ない。銀出た時の悲しさはないです、今回は。へぇ、やば。期間とかはどれぐらいなんですか。期間は、1月の31から、31から、はい、31から2月の3日。長い。31123です。明日から4日間ってのはすごいな。長いですね、結構。はい、逆に始めるなら今だね。そうです、まだやって、ね、やってない人は。確かに回すなら今ですね。レベル高、うん、超重心祭、はい、すごい、うん、他は、はい、あと、はい、記念で、うんうんうん、ログインオーブを。おー、ログインオーブ、はい、嬉しい。素晴らしい。どれぐらいの、どれぐらい。1日1個なんですけど、うんうん、31日から6日まで、うん、おお、合計で7日間。はい、素晴らしい。はい、ぜひもらってください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、素晴らしい。で、それで貯めて、ほうほうほう、まあ、回してと、うん、はい、まあ、たまんないですけど、ちょっとおつかないですけどね、うん、おつかないですけどね、はい、その分はちょっとなんとかしていただいて、あれしていただいて、はい、マルチとかしてもらって、あれしていただいて、はい、はい、そしてで、あとは、これはちょっと嬉しいと思うんですけど、なんすかなんすか。重心玉、はい、はい、私まだ1個しか取れてません。出やすくなります。どこで、どこで。通常の、はい、確率が曜日クエで出ると。マジですか。いつもの5倍の確率で。5倍、はい、1週間、3日間。それは3日間で、1、2、3、2月の1日と2日と3日です。じゃあ1、2、3はもう曜日ダンジョンずっと回さなきゃ、はい、上級ですね。すごいな。回さないと。私ね、いつまでたっても朝が進化できないんですよ。はい、あれがないせいで、はい、あれが。周りに使っちゃいましたからね。周りに使っちゃいましたから。うん、ただ、1個出ただけでも、はい、プレイ始めてまだ1ヶ月ぐらいですよ、私。うんうん、ただ、その期間で1個出ただけでも、マックスは運がいいなってすっごい言われました。でも、そうですね、社内でもみんなでやってるんですけど、もう出てない人はもう、悲しんでますね。ああ、でも、はい、マミルトン意外と出てるんですよ。3つ出てる。でも3個使っちゃいました。進化しちゃいました。誰に使ったんですか。ヌラリヒョンと、ね、ヌラリヒョンって進化重心玉使うの。そうなんです。贅沢キャラだな、ヌラリヒョン。強いですね。そうですね、うん、あとはバムト、バムト、うわ、あとはエールソレイユ、エールソレイユに使いました。この人ね、マミルトンはエールソレイユ、うん、意外と実戦でガンガン使ってるんですよ、この人。いいですね、これね。いいですね。いいチョイスですね。アンチ重力バリアが、うん、やっぱ強いですよね。思う存分弾けますからね。うんうん、へー、で、それが1日、2日、3日の3日間、5倍だと。お5倍で。これはチャンス。やるべきだな。チャンスですね。これは曜日クエストの上級を回るしかない。うん、ぜひマルチで行ってもらって、ラックボーナス。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。うん、そっか、そっか。なるほど。そしたらスタミナも軽減されますしね。そうですね、みんなで行けますからね。
ラックボーナス狙い。ラックボーナス狙い。じゃあそれが200万ダウンロード記念、はい、記念のキャンペーン。キャンペーンです。素晴らしい。素晴らしい。じゃあ改めておさらいしましょう。はい、超重心祭、超ですよね。はい、超。金しか出ない。そうだった、戻りました。超重心祭が31、1日、2日、3日の4日間。はい。プレミアムガチャを引くんだったらこの機会に引こうというキャンペーンですね、はい、そして31日から6日までの7日間が毎日応募がもらえる1個、はい、はい、1個ずつもらえる。そして、曜日クエストで1日と2日と3日が、重心玉、重心玉のドロップ確率が5倍。すごいです。やばいな、私の中で一番最後のが一番熱いな。やっぱやりたくなりますもんね。一番最後のが一番熱いな、これやるのか。私も間に集めとかないとダメですね、うん、完全にね。この間出なかったらちょっとでも悲しいですね。はい、はい、じゃあ以上が200万ダウンロード突破のキャンペーンでございます、はい、来週ですね、はい、皆さん遊びましょう、はい、ぜひ遊んでください。で今日はまだあると聞いてますけど、まだあります、まだあります。何ですか、何ですか。ですね、はい、ノーマルガチャ。はいはいはい、ノーマルガチャ、はい、まあ多分ここだけの話、結構溜まってる人いると思うんですよ。はい、まあ、ぶっちゃけあんまり言っていいのか分かんないんですけど、ノーマルガチャそんなに引く理由、おぉ、まあ、よく見たことのある亀の絵が出てきましたけど、え、まさか、なんすか、なんすか、なんすか、ぶっ込みですか、なんすか。見たことあると思うんですが、大好きな、みんなこれ欲しさによう遊んでるじゃないですか、特にこっちです、ね、こっちですね、これとか、これ欲しいですよね。欲しいです、欲しいです、欲しいです。これよりもこれが欲しいです、うん、はい。これがノーマルガチャで出るようになりました。すごい、おー、これ熱いっすね。これ熱いですよね。マジっすか。もうガンガン回してください。もうバー、これ溜まってる人最高じゃないですか。そう、溜めといた人、今がチャンス。うわ、勝ち組や。あれ、私刺身さんのメール結構件数、メールじゃない、なんかノーマルガチャすごい溜まってる気がするな。溜まってますね。溜めてる、溜めてます。そういうことだ、はい、なるほど。で、ちょ、あ、どうも、新キャラです。新キャラ。刺身さん、ちょっと紹介してくださいよ。はい、私の仲間の仲間、はい、はい、刺身さんの弟子のサナパッチョです。弟子、サナパッチョ。サナパッチョ、サナパッチョです。サナパッチョさん、はい。すごい、すごいところで出てるな。ちょうど顔をちょっと、うん、今日はちょっと出れないんです。今日はちょっと出れない。そのうち、斬新です、ね、斬新、新しい。サナパッチョさんが持ってきてくれた、すごいビッグニュース、はい、ありがたい話ですね。これいつからですか。これもうなってます。あ、もうなってる、今、はい、なってる、なってる、もうなってます。マジっすか。今すぐできます。あ、昨日回してた。あ、もったいない。7個しか溜まってない。でも回そう。4回引けるぞ、4回。私めちゃめちゃありますね。ここで引いてやれ。お、出るかな。私も引いていいですか。いいっすよ、いいっすよ。出るかな、ちょっと待って、ね、出るかどうか。出るかな。出なかったら、はい、あ、あれ、あ、出た、私。お、え、金、お、あ、出た。何ですか、何でしょう。え、お、くじ閉じてる方、どけ、どけんち、どけんち、出た、出た、出た。え、すごいじゃん。あ、でもぶっちゃけ私もそれ普通です。ほら、あ、それはね、普通なんです。5000円の方だね。5000円の方、はい、関係なかった。関係なかった。刺身さん、私もやりました。見せてやってくださいよ、中の手を見せてやってくださいよ。出ない。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あー、これ全然私ついてないんですよね。今日も50回ぐらいやって1個ぐらいです。リアルラック、はい、リアルラックは超低いんです。はい、はい、素晴らしい、ノーマルガチャがレベルアップ、はい、でも本当は出ます、出ます。はい、まだある、まだ今週のニュースはます、まだある。なんすか、なんすか。本当にてんこ盛りですね、はい、お、あ、サナパッチョさん、サナパッチョ新キャラ、新キャラです。え、かわいい、かわいい。バーンと、バーン、お、女の子や。さっき、あら、まあ、かわいい、できたばっかり、ほやほやで持ってきました。素晴らしい、はい、飛行機、飛行機です、飛行機女子、飛行機女子。機械娘の次は飛行機女子。かわいい、かわいい、はい、え、これはどこにどうやって出る子なんですか。これはガチャで出る子です。強い、
秘密です。秘密アビリティとか気になりますね。まだ秘密。まだ秘密。いや、やっぱり空飛べるから、はい、重力バリアとか関係ないんで、きっと。あ、そっち。きっと、ね、きっと関係ないんで、そういうの。アンチ重力バリア。で、この子は一例なんですけど。貫通しそうだな。そうです、ね。はい。このシリーズで、来週、新ガチャが。シリーズでってことは、飛行機娘がいっぱいいて。出ます。なるほどなるほど。あの新しいガチャシリーズってことだ。はい、の中の一人。素晴らしい。楽しみですね。じゃあ来週からスタートする、新しいガチャイベントでこの飛行機娘が、はい、かわいい、このシリーズが出ると。飛行機娘だけじゃないかもしれないんですけど。またさらにいるかもしれない。はい、いろんなのが。新キャラ本当に続々と出ますね。すごい。すごい。お楽しみに。はい。はい。はい。じゃあそんな感じで、そんな感じで今日も盛りだくさんでございますね。はい、ありがとうございます。前回持ってきすぎたんじゃないかってみんなに言われながら今日来ました。今日もこれだけ持ってきて、はい、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそんなわけで、はい、今週も来ていただきました、モンストの中の人、さしみさんでございました、はい、また来週。